こんにちは、まちゆです。イエーイ！今回で Vlog を始めて、なんと30回目に突入しました！イエーイ！30回目までちゃんとできるとは思っていなかったんですが、ついに30回目突入です。今日は、30回目やってどうだったかっていうのをちょっとおしゃべりしてみたいと思います。最初の頃は結構こうバン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 更新できてたりしたんですけど、ちょっと、1月に入ってから、裏方のお仕事を始めまして、そちらが思った以上にちょっとこう忙しいというので、なかなかこう日記的な Vlog が上げられなくなってしまって、っていうかそもそも家にずっといるので、なんかこうね、いい動画が撮れないみたいなちょっと悩みもあったんですが、せっかく30回だし、あとはご好評いただいている動画が、ヘアカットの動画だったりするのと、あとスキンケア見たいって言ってくださる方とか、あと男性の方でのリクエストだったんですけど、私本当にナチュラルメイクなので、まちゆのメイクだったら男子でも真似できるんじゃないかみたいな話があって、どういうメイクをしているのかなどを動画で撮りたいなと思ったりとか今してます。ということで、目標としては、登録者数が1000人になったらカメラを買いますと言っていたんですけれども、30回目記念にカメラ買っちゃおうかなって今思ってます。ちょっと確定ではないですが、キンキン画質が良くなる可能性があります。で、やっぱりいろいろ考えた結果、手持ちでやるんだったらもう iPhone でいいかなって思っていて、で、私みたいな女子がこう手で持って歩くには GH5 はちょっと大きいし重いよっていうアドバイスもいただいたんですが、なんかどうせだったらこう奥行きとかぼかし感とかそういうものもこういいやつにしたいなっていう欲が出てきてしまって、買うんだったら GH5 かなと今思っております。ちなみに GoPro は結構私こう歩きながら撮ったりするのは危ないのであんまりやらないですし、そもそも外でそんなに喋るのが恥ずかしくてできないので、ってなるとやっぱこう撮れるカメラかなって思っているところでございます。はい、ということで、今大体皆さんはヘアカット動画とかそっち系を本当はやってほしいんだろうですが、なかなかそういうのがアップできない感じになっているので、カメラを買った暁にはそういうものにも挑戦していきたいなとか、あとはなんか白バッグだと寂しかったりするので、ちょっとそういうのも変えていきたいなとか、いろいろ考えながら、Vlog のことは忘れておりません。忘れてないんですけど、なかなかこうね、時間がないからやってる暇がなくて、頭の隅で動画撮りたい、やりたいやりたいみたいになってるんだけど、進めないのがちょっと、でもまあ仕事が忙しいのはいいことだからねと思いつつ、日々こう家でカタ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 パソコンを叩いております。ということで、まあまちゆの Vlog、 本当に日常なのでどっか行ったりしたらいろいろ撮りたいんですが、残念ながらちょっとここのところそういうお出かけもしておらず、こんな、家にこもっているのが日常です。はい、ということで30回記念まちゆ Vlog、ご視聴ありがとうございました。そして、400人も登録者数超えましたね。ただ喋ってるだけだったりとかすることが多くて、本当ありがたいなと思っております。これからもまちゆ Vlog をどうぞよろしくお願いします。
ちょっとずつ勉強して、ちょっとずつ、いろいろなことをやっていきたいなと思います。それでは皆さん、See you soon! また今度。